CRT ハウジング、小山総合住宅展示場、キッズイズム、CRT ハウジング総合住宅展示場は、県域 AM ラジオ局、栃木放送が主催する大型の住宅展示場。1982年、宇都宮市内に、宇都宮総合住宅展示場に会場をオープン、させたのを皮切りに、栃木県内で事業を展開、最大で8会場まで拡大した。 2020年現在は5つの展示場を運営している。実際の企画、運営は住宅展示場業界最大手の株式会社ライダースパブリシティが行っている。小建て住宅の需要が多い北関東の地域性を背景に同展示場の集客力は全国上位であり、ライダース社も宇都宮市社を重要拠点に位置づけている。地元市、 下付新聞社も1990年代に住宅展示場事業へ進出。CRT ハウジングが出展していない、今市市や鹿沼市、毛古市などにオープンさせたが、CRT ハウジングの圧倒的なシェアに立ち打ちできず、現在は宇都宮市南西部一箇所のみに事業を縮小している。TBS ハウジングが2006年、 宇都宮市内の大型ショッピングセンター隣接地2カ所に相次いで進出したことで宇都宮地区の競争が激化。創業地の東会場と南会場が閉鎖に追い込まれた。県南地区の小山会場は移転リニューアルを繰り返しているが、株式会社さん富士企画が運営する小山住宅公園と熾烈な争いを強いられている。 2011年9月、アメガ谷地区への移転を機に、独自ブランド、キッズイズムを導入、子育てをコンセプトにした、モデルハウスで統一した。足利会場は2012年9月、上渋谷町への移転オープン時に、全、モデルハウスを、スマートハウス仕様に特化させることで、両毛地区の他社との差別化を図っている。2020年現在は、 栃木県内に5カ所の展示場を展開している。内は、所在地の変遷。2017年現在、主催する栃木放送のラジオでは、スポット CM を放送。1999年頃には、開局間もないと、地議テレビにて、テレビ CM を放送していた。一度は撤退したが、CRT が、同テレビの子会社になった後、平日夜のニュースなどで、 コーナー提供をしている。CM では地元の広告代理店が作成したオリジナルソングが使われている。ありがとうございます。